ください。さあそれでは参りましょう。準決勝第2試合の第1セット目になります。参ります。波動をファイト。まずはラフモンスターズのステータスからご紹介していきます。1番奥川オッツー選手5311、真ん中コウ選手1135、そして手前イカハチ選手3241となっております。そして火花1番奥川イオポン選手が5221、サイドチェンジしてます。5221、そして、真ん中綾野選手が1135、ネガティブ選手が4321といったステータスとなっております。まずは1対1、お互いに、ね、シールドを見合いながら綾野選手が1枚シールドを優位に保てるような形となっております。さあここで火花両サイドのアタッカーがライフが減っていくが、イオポン選手点数を取っていく。2対2、オッツー選手クリティカルヒット。さあ1点リードのラフモンスターズ、イカハチ選手がライフが1枚、ここでシールドを壊しながらしっかりと点数を重ねていきたいところです。火花はチャージをしながらライフ削っていきたいが、4枚抜き、残り時間10秒前。さあイオポン選手点数を重ねていく。前にオッツー選手、誰が逃げるか、火花逃げ切るか、どうなるか、試合終了。3対4、火花の勝利です。おめでとう。準決勝第2試合第2セット目参りましょう。波動ファイト。さあ両チームともに全く同じステータスでございます。1番奥側イカハチ選手3241、真ん中コウ選手1135、そして手前オッツ選手が5311。先ほどのね、サイドチェンジしています。火花側1番奥側ネガティブ選手4321、真ん中綾野選手1135、手前イオポン選手が521です。さあここでラフモンスターズ2枚目のシールドを貼っていきます。少しねどっちもアタッカー警戒しながらというようなね形になっていきます。この割れ際気をつけていきたいところ。どちらがまずは先制点を取っていくのか。さあ4枚抜き、オッツー選手がまずは1点を決めていく。ネガティブ選手もライフが1枚、そして綾野選手が張って両展開か。さあ残り時間は20秒、着々と減ろうとしている。ここで最後のシールドを張っていった。さあこのシールドを伊賀内選手とコウ選手がまずは壊して、この1点リードを保ったまま逃げ切るか。2点目、オッツー選手が取っていく。火花取っていきたい、前に詰めた、アタッカー2人が前に詰める。最後の1点届くか、追いつくのか、さあどうなる、試合終了。2対1と、もう間もなく始めてまいります。それでは行きましょう。これで勝った方が決勝進出です。波動ファイト。さあ再試合もどちらもですね同じステータスでやってまいりました。ラフモンスターズ側1番奥側オッツー選手が5311、真ん中コウ選手1135、そして手前イカハチ選手が3241。まずはラフモンスターズが1点を取っていきます。そして火花1番奥側ネガティブ選手が5311、そして真ん中綾野選手1135、手前琴選手が2143といったステータス、サブタンクです。さあ試合が1点返して1対1、残り時間は40秒、半分を切っている。前に火花が攻めていくが、後ろで守りのシールドを張りながらラフモンスターズシールドを対処していく。先に火花がシールドを張り終えますが、琴選手のこちらの3枚のシールドも残っている。ネガティブ選手がライフが1枚、ここラフモンスターズ削っていけるか。オッツー選手もライフが1枚、5311のプレイヤー2人ともライフが1枚。さあどちらが点数を取っていくのか、残り時間は10秒。さあかなり粘っている。2対1、ラフモンスターズの勝利です。やっ
ね声が上がりましたが。